こんにちは、アレックスです。普段はプロップスタイリストをしています。今日は私のカバンの中身を紹介したいと思います。これはアメリカのベッツィ・ポドラックさんっていう画家の方とマルニがコラボした2019年のアイテムです。すごく、この、なんとも言えない注意してるんですけど、これが気に入って買いました。で、さらにこの裏面も、こんな風に、ブルーと、レッドの、なんかあんまり見ない感じのチェックで、これもすごく気に入ってます。メンズなんですけどね、可愛いなって思ってます。じゃん。キントンのマイボトルです。これは 500ml 入るもので、保温と保冷もできるので、いつも水とか、茶湯とかを入れてます。お茶とかを持ち歩かない理由は、茶渋がつくのが嫌だったり、ちょっと洗うのがめんどくさいなと思ってるので、いつも茶湯かお水です。次、こちらです。これは名刺入れですね。独立した時、24歳くらいの時にヴィンテージショップで買いました。もともとはシガレットケース、タバコケースだったみたいなんですけど、もう開き方もパン可愛いので、これを名刺入れに使っています。名刺入れ。自分でデザインした名刺を持ち歩いてます。なんか YouTube もやっていて、その YouTube のタイトルを裏面にして、このお気に入りのフォントで、プロップスタイリスト YouTuber って入ってます。デザインは好きでやってるんですけど、あんまり別に本業っていうわけではないです。ただ楽しくてやってます。これは、マルニのメガネケースに入れている、メガネになります。じゃん。こちらですね。最近、視力が落ちてきてしまって、それで急いで買ったメガネです。この高さが広いものが欲しくて、これを選んだんですけど、これはパコラバンヌのヴィンテージになります。こんな感じ。それをこのマルニのサングラスのケースだったのかな？それにこういうお気に入りのステッカーをつけて、収納してます。まあ、本当はもうちょっと硬いケースでもいいかなと思うんですけど、結構大きいからね、なんか入らなくて苦労してます。これに入れてます。なんかね、イメージは、80年代の学級委員長です。アイテムっていうほどでもないんですが、IKEA のバッグ。プロップスタイリストで物のスタイリングをしているんですけれども、なんかこう、リースとか、なんか買ったりとかすることも仕事で多いので、それが持ち歩きできやすいように、大きいバッグを持ち歩いてます。肩がね、ちょっと死んでいくので布製がいいけど、やっぱり IKEA のバッグは軽いから、それがベストだなって今は思ってます。小物とかをリースするときは自分でこう担いじゃうことも多いんですけど、大きいものも入ってくると赤坊さん、運搬サービスの方たちに頼んだりとかして運んでもらうことも多いです。なんかまちまちですね。私が持ち歩いている文房具です。この3点セットをいつも持っています。こっちのノートは、トゥードゥーリストを書いてますとか、その時読んでた本の感想とか、ポイントとかを求めるように、できる時はやっていて、こっちは、クロッキー帳って言うんですけど、ちっちゃい、わしわしの紙なんだ、こう、筆が滑りやすいみたいな感じなので、ブログとかのスケッチとかをたまーに書いたりしています。そして、このペンはですね、とってもお気に入りで、ちょっと年季が入ってきちゃってるんだけど、これすごくお気に入りで、フライングタイガーで買ったご機嫌ペンです。いかなる時に見ても元気が出るっていうところが気に入ってます。レインボーで、いいしね。はい。このプロップのスタイリングの種類に合わせて、スケッチを描くかどうかは決めているんですけど、なんか、ちょっとアートっぽい、組み合わせが面白いみたいな、私のインスタとかに載ってるような作品を作るときは、簡単にスケッチを描いたりとかはします。大きいインテリアになってくると、こう想像で、マインドで頑張ることが多いかな。一番小さいもので言うと、多分アクセサリーのスタイリングが一番小さくて、例えばこういうイヤリングとかピアスとかを可愛く
撮りたいみたいな時に、この本当にすごく小さくスタイリングしたりします。で、大きいものになってくるとリビングとか、すごい素敵な可愛いお部屋とかっていうリクエストに応えることになるので、結構大きいかな、なんか本当にみんなの多分お部屋くらいのサイズ、それかもうちょっと大きいサイズをスタイリングしますね。いろいろ本当に小から大までいろいろです。ではこの大きいカバンを持ち歩かなければいけない理由、 MacBook ちゃんですね、お見せします。おこのケース、まずこのケースの説明から。これはインドから取り寄せた手刺繍のものになります。表裏どっちもないんですけど、柄が全部違っていて、糸とかもなんかこうピンクだけじゃなくてちょっとずつね、ブルーがあったりとか、気に入っていて買いました。届くのに3週間くらいかかったんですけど、しかもでかいんですけど、でもね可愛いから他にないので使ってます。これはね、どこやっけ、エッチっていう海外最大手通販サイトにインドの方が出していらっしゃって、それで直で買いました。本当にこれ、こういうインド刺繍とかモロッカン刺繍みたいなのがすごく好きで、そういうケースが8の本をピンポイントで探した結果、そこくらいしかあんまり売ってなくて、このというのも私の持ってる MacBook がですね、大きいからそれが入るのがあんまりなかったのね。なのでしかもこれ可愛かったんで、それで買いました。MacBook Pro 16インチです。これは私の学生時代から使ってた2011年モデルかなんかの MacBook が一昨年壊れちゃって、仕方なくと言ったら申し訳ない、この子にかわいそうなんだけど、買った16インチのものです。大きさはね気に入ってるんですけど、いかんせん重いっていうことで、ちょうど昨日 iPad をポチりましたもうほんと肩と首がさ、この人のせいですごいことになっちゃうんだよね。でも性能もいいし見やすいっていうことで気に入ってます。さっきも言ったんですけど、私 YouTube をやっていて、 YouTube の動画編集とか、自分で写真、プロップの写真とかも撮るので、それの画像編集とかも全部これでやってます。でも家ではこれと27インチのディスプレイがさらに別にあって、もう大きいディスプレイに囲まれて仕事してるっていう感じです。やっぱなんかちっちゃいとこういう感じになって、どんどんこの首が前に出る感じになって、それはそれで疲れちゃうので大きい方を選んだんですけど、今度大きいとなんかこういう感じですごい圧倒されて、それはそれで疲れるなと思いました。なので iPad ちゃんにもしかしたら切り替わるかもしれないです。バジェット系でいくと、ワイヤレスイヤホン、これはソニーのなんか結構新しいやつ、 WF-1000XM4英語と日本語が混じりましたが、そんなやつを使ってます。これは恋人からのプレゼントで、私音に過敏でずっと耳栓をねつけてるんですね。そしたらそのこれはものすごくノイズキャンセリングが優秀っていうことで、音質もいいんだけどそこの点もねいいよって言ってくれました。初めてノイズキャンセリング付きのイヤホンをしたんだけど、めっちゃすごい空間がこう遮断されてるくらいノイズをキャンセルしてくれて、あ、さすがお値段なだけあるなって思ったし、やっぱり今までこれの前はすごく安いワイヤレスイヤホンで聞いてたんだけど、音楽をもう低音の響きとかが雲泥の差なので、ものすごくすごくすごく感動しました。おすすめです。デザイン的にはこのお豆みたいな感じでコロンと可愛い、ブラックもあるみたいです。超可愛い感じ。このね、グレーの感じが多分良くて、肌なじみがいい気がします。白とかで。普段はずっと耳栓をしてるっていうのは、本当に、うちがね、ちょっと道路が騒がしいところっていうか、車通りが多いところっていうのもあるのかな。あと、してるとすっごい集中できるんですよね、なんか。五感のうち1個をなくすと、すごい他が、研ぎ澄まされる感じがして、それで気に入ってやってますね。お顔周りで言うと、マスクチェーンですね。これは、
私が手作りしました。手作りしたマスクチェーンで、ここにアレックスって入ってます。ん？合ってる？これはね、私の YouTube で作り方とかも説明してるんですけど、こういう感じでマスクつけるとこういう感じになって、アクセサリー感覚でつけるってお気に入りです。いつもつけてます。じゃあ次は、今読んでる本なんですが、読者する女たちっていうこの本を読んでます。すごい想定かわいいですよね。なんかね、今というか、この2年くらいフェミニズムを勉強していて、そのうちの一つとして読んでるんですけど、フェミニズムの有名な本を、この主人公の人と一緒になぞるっていう感じの本で、とってもとっつきやすくて、難しくないから読んでます。フェミニズムに興味を持ったきっかけは、多分その人生の中でちょっとチリツモみたいな感じで、違和感とか疑問みたいなのがちょくちょく溜まっていっていて、それで、大人になって初めてフェミニズムっていうものを知った。フェミニズムっていう概念とかを知って、そこでハマっていったっていう感じですね。で、そのチリツモの疑問とかっていうのは、例えば、なんで出席簿は男子が前で女子が後ろなんだろうとか、なんでお父さんは座ってるのにお母さんは立ってるのかなとか、そういうちっちゃいこととか、あと大人になってからはどうして男性がお会計を払って女の人はデートの時にプランニングしないっていう前提なのかなとか、なんで女は選ばれる側なんだろうとか、プロポーズ待つ側なのかなとか、そういうので疑問を持ってたっていう感じです。ハンカチも一応持ってます。これはちょっと年季が入ったピアノのハンカチ私が多分小学校5年生の時とかに出たピアノの発表会かコンクールでもらったもので、なんかね、最近使い始めました、ね、ずっと眠らせていて最近使い始めました。なんか最近またピアノを弾きたいなと思って家にピアノを置いたりし始めたんですけど、それでね、なんかの表紙に発見して、意外と可愛いこのデザインなんですよね。だから I love music? Love music? って聞いてるんで Yes music って答えてます。これはなんとお財布です2022年になってお財布を新調しようと思って探したんですけど、それまでは建造の三つ折りを使ってたんですが、なんかね、可愛い感じのものを変えようって思って、触っても気持ちいいし、この丸々のフォルムも可愛いし、見てハッピーな気持ちになるトムジェリの子を選びました。じゃあ最後、ソニア・リッケルのポーチです。これの中には化粧品とか私の必需品が入ってます。よいしょ。このポーチ自体は、ヴィンテージっていうか、ね、どっかのオンラインかなんかで見つけて買いました。他にもこのブルーの地に、フラワー柄のやつ、お花柄のやつも持っていて、気分で使い分けてます。中にはですね、私の推し商品が入ってるので、それを紹介したいと思います。一つ目がこの乾燥性敏感肌を考えたキュレルから出てる、日焼け止めですね。やっぱり日焼け止めはお肌の大敵っていうことで、お母さんから10歳くらいの時から教え込まれていたので、今も、肝に銘じてやってるんですけど、これはね SPF30 くらいの日常使いにちょうどいいもので、なんかこう使い心地もそれなりにサラサラ、それなりにしっとりっていう、本当になんか毎日にちょうどいいものなので使ってます。石鹸でもすごく落ちやすいのでおすすめです。ジェーン・アイルデールのコンシーラーです。これはスティックタイプのコンシーラーで、キャップを外すとこういう筆になっていて、こういう筆になっているので、ピュピュピュってスッてこうすぐ直しやすいので、携帯用として持っています。でジェーン・アイルデールはオーガニックコスメだから、これも石鹸で落とせるものです。で最後はメイク用品じゃないんですけど、さっきもね、目がすごい疲れちゃうって言ったんですが、そんな時に刺している、シャンテメディカルの目薬です。1日に何回までって決まってる、本当にちょっと強めの目薬なんだけど、すごくスッキリする感じがして、ことあるごとに刺しまってます。はい。普段はプロップスタイリストっていうお仕事をしているんですが、それは小物とか物のスタイリストさん
です。モデルさん周りの、机とかそういうのもスタイリングするし、物のない抽象的な、例えばこういうものを組み合わせておしゃれにするみたいな仕事もやってます。今フリーランスでずっとやっていて、気づいたらもう7年6年くらいフリーランスでした。びっくり。一番最初は私美大を卒業してるんですけど、そこから会社に入って、ちょっと会社員の1年だけデザイナーだったんですけどやって、その後服のスタイリストさんに弟子にして1年半で卒業して独立っていう形になりました。でそこから1年か2年、一人やった後にプロップもやりたいなと思って、ロンドンに半年プロップスタイリストさんのアシスタントになりに行って、で帰ってきてやるぞっていう時にちょっとコロナみたいなそんなタイムラインでフリーランスやってます。小さい頃から何が好きかっていうのがはっきりしていったんですけど、だんだん小学生思春期くらいになってから何が好きじゃないかの方がはっきりしていって、それを消していく消去法で残ったものをやるっていう感じでした。あとは得意なものを伸ばしたいってなぜかめっちゃ思ってたので、その得意なものを見つけたらそれにしがみつくみたいなライフスタイルだったかなと思います。まず進路を考えるときに、元々はすごい頭のいい大学に行きたいと思ってたんですよ。偏差値の高いって言った方がいいかな、大学を目指してたんですけど、なんか中学校の時にすっごい勉強できる人たちがいるじゃないですか。それを見て、あ、この人たちと戦うのは無理って思って、で何が好きかなとか何が得意かなって考えた時に、美術とかデザインとか興味あるなって思ったんですね。でその時特に好きだったのが、映画衣装とか舞台衣装だったので、もう専門学校に行こうって思ってたんです。で高校2年生になってから専門学校の文化祭だったかな、それはに見学に行ったら、あれ、なんか私の思ってたのと違うなって思って、それで進路を美大に方向転換して受験勉強したって感じでした。だからまあそれもね、消去法っちゃ消去法で決めていった感じですよね。だからものすごく勉強が私ができたら多分違う職業になってた会社員時代の時のお話なんですけど、そこはカバン屋さんで、私はデザイナーと撮影アシスタントっていう役割で入社してたみたいです。どうやら後でしたけど、それでその時に初めてこのプロの撮影の現場っていうのに触れて、わあ、スタイリストすごく楽しそうって思って、自分の作風に合う方を見つけられたので、一緒に働きたいなと思ってアプローチかけたっていうのが始まりです。最初にそのファッションの服のスタイリストの方についたんですが、やっぱりいろいろ作るのが好きだったので、服も含めていろんなものをデザインしたい、ディレクションしたい、スタイリングしたいっていうふうに思ったので、プロップっていうところにも興味を持ちました。で最初はプロップって何だみたいなところから始まったんですけど、今インスタとかで好きな方を見つけられたので、その方がロンドンに住んでたのでロンドンに行ったって感じですね。すごいフットワークの感じですねそう、フットワークが軽めなんですよねそう、そのロンドンに行った時も日本からメールで初めましてみたいな、初めまして、日本でスタイリストをやっておりますなんとかと申しますみたいなのを英語で打ってアプローチかけたんですけど、途中で返信来なくなっちゃって、でも私もフリーランスやってたんで、その時すでに、そりゃあ日本からわざわざめっちゃ遠いし、そんなメールが来たって何かよくわからないだろうなって、すごい共感できたっていうか理解できたんで、これはもうロンドンに行かなきゃダメだぞと思ってビザを取ってロンドンに飛びました。でロンドンに着いてから、あ、すみません、以前連絡したハヤンですが、ロンドンに着きましたみたいな感じで連絡したら、その次か次の次の日から働けることになって、ラッキーだったなって思ってます、なんかその時にちょうど私が連絡したタイミングで、その方もうわ、アシスタントが必要だみたいな、切羽詰まった状況だったみたいで、タイミングが良くて、それでトンとスッと行けました。でも楽しそうだったんでピュッと行っちゃったっていうのと、あと10歳の頃から英語を勉強していて、
まあなんていうんだろう、ペラペラじゃないけど、そんななんか凄まじい失態みたいなことにはならないかなと思って飛べたっていうのもあるかもしれないですね。連絡返ってこない段階で行っちゃったので、もうね、雇ってくれない場合も全然あったから、保険としてそのロンドンの憧れていた美大のショートコースに申し込んできました。なのでそこで、ジュエリーのイラストレーションとドローイングスケッチみたいなのコースに申し込んでから行ったんですけど、そのアクセサリーのジュエリーの方は無事受けれたんですが、あのね、ドローイングの方がなんか定員割れかなんかでなくなっちゃって返金されたっていうエピソードもあります。本当に良かった、タイミングがあったのも良かったし、そのボスがとってもいい方で、あのそのすでに申し込んでしまっていたジュエリーの授業も受けさせてもらえたし、いろんな経験ができたので、うん、私のあの時の行動は素晴らしい、良かったなって思ってます。日本のシステムというか、日本のスタイリストさんっていうのは結構弟子入りっていう表現をするんですけど、海外ではそういうのはなくて、もうアシスタントはアシスタントでプロになったり、アシスタントのプロになったりするから、その時はボスとアシスタントっていう関係で、また日本とはちょっと違った感じでしたね。なので卒業とかもなくて、あ、もうバイバイってして悲しく別れて日本に帰ってきて、今もインスタとかで連絡を取り合っていて、私のことを応援もしてくれているし、私の作品も見てくださって、本当にいい関係が築けたなって思います。で、彼女は日本の方なんですけど、子供の時に海外に行かれて、でそのままずっと暮らしてるっていう方なんで、コミュニケーションは日本語と英語も半々で取ってました。でたまに日本にもいらっしゃるから、その時にこう会ったりとかして、楽しくおしゃべりとかはします。その方をロンドンのボスとすると、ロンドンのボスの元でのお仕事は、一番最初の仕事が、ロンドンにある材木店かホームセンターに電話して、木材の種類と長さと、あといつ入荷するかを聞くっていうミッションだったんですけど、まあ、全部もちろん英語だったし、どの木材がなんて英語で言うのかわからなくて、もうひたすらググりながら聞きまくりながらお電話をして、そのホームセンターの方が本当に優しかったから良かったものの、なんとかこなせるレベルの仕事っていう感じでした。で他にはガラス屋さんにガラスを切りに行ったりとか、でそれもいろいろ形があるからオーダーの仕方が様々なので、コミュニケーション取らなきゃいけなかったんですけど、そのガラス屋さんがおじいちゃんだったから、おじいちゃんの話って日本人同士でもちょっと食い違うからさ、結構難しくて、そしたら優しい方がなんか偶然入店されて、その方と3人で頑張ってオーダーして、無事ガラスを切ってもらったっていうことがありました。そんな感じで毎回撮影ごとにミッションが違うから、こう、あ、これは次できるぞっていうことが活かせる時もあるし、活かせない時もあって、それは少し大変でしたね。でもめっちゃ楽しかったです。ロンドンのボスが撮影現場で美しく場面を作っていったりとかするところも近くで見れたし、それに対してどういう準備をしているのかっていうのも間近で見れたので、めっちゃ勉強になったんですけど、今自分でいろいろ仕事をしてみると、あ、ボスが見せてくれてたっていうか、私が手伝えたのは本当に一部だったんだなっていうのも分かって、今またロンドンに例えば行ったらまた違う風に見えるんだろうなって思います。日本に戻ってきてからは、まずブロップっていっぱい物を置かなきゃいけなかったりするので、広いスペースを探すところから始まって、それで準備が整って、皆さんに営業のメールとか送ったりとか、作品を作るっていうところから仕事を始めました。でちょっとずつお仕事もらえるようになってきて、だんだん大きいものから小さいものまでさまざまな種類が増えていってみたいな感じで今に至ります。仕事の種類もすごく多様で、なので EC とかの、EC サイトの写真とかもあれば、カタログとかのお写真もあれば、ウェブ CM とかのセットの時もあったりして、
本当にいろいろですね。まだまだというか定まりたくもあまりなくて、いろいろやってて楽しいので、うん、いいなと思ってます。お仕事は結局はやっぱり前からの知り合いとか、友達の友達とか、友達の紹介とか、そういう感じが多くて、本当にね、周りの方に感謝という感じですね。感謝、感謝ばっかり言ってるけど、本当にありがたいんですよね、うん。やっぱり知ってる人だと安心できるので、そういうところが大きいのかなって思います。ロンドンから帰ってきてお仕事頑張るぞっていう雰囲気になった時にコロナが来たのでなんかこうちょっと沈んでしまって、で自分で何かできることがないかなって思ったら、発信しようと思って YouTube チャンネルを始めましたそれで今まで作りたかったけど、なんとなくこう時間が取れなかったとか、先延ばししちゃってたものを作るのを企画化して動画にしたりとか、私が普段着ているものとかコーディネートとかを動画にして、すごく楽しく作ってます。動画編集は本当に YouTube やる前は全く触ったことがなくて、どちらかといえばやりたくないくらいだったんですけど、やって YouTube をやるにあたって初めて触ってみて、そしたらすっごい楽しくて、めちゃくちゃ難しいとも思ったんですけど、うん、今はちょっと慣れて、いろんな風な、うん、グラフィック入れたりとかも楽しくやってます。名刺の時にデザインは趣味程度ですみたいなこと言っちゃったんですけど、一応デザイナーだったこともあって、なんて言うんだろう、その時作ってたデザインは今私が好きなものとは全然違う、本当シンプルミニマみたいな感じのものだったんですけど、なんデザインのセオリーっていうか、こうどういうものが綺麗なのかみたいな、どういう風にしたら綺麗にできるのかみたいなのは活かされてる気がします。でそれを今の私の好きなテイストに落とし込んで、さらにこう揉んで作ってる感じですかね。なんか結構いろんなことに興味があって、うん、いろいろ手を出すんですよね。それで全部楽しいから、どんどんね、楽しくなっちゃって、うん。将来は多分、音楽を作るおばあちゃんになってると思います。音楽私なんか音楽、このピアノの時も、あとハンカチの時も言ったんですけど、ピアノが好きで、YouTube をやり始めてから、その BGM とかでよく使われるようなこうチルみたいな音楽が好きになって、それで、うん、シンセサイザーみたいな、ちっちゃいシンセサイザーも買ったんですよ。そしたらそれが難しすぎて、さすがに今全然できてないんですけど、おばあちゃんになったらそれをばっかりやりたいと思ってるので、めちゃくちゃイケてる音楽を作るおばあちゃんになるのかなって今後は今やっているプロップスタイリングの幅ももうちょっと広げて、私が自分で作っているプロジェクトみたいな、少しアートな感じのするプロップスタイリングもやっていきたいと思っているし、 YouTube をやることによってこう私の好きを発信しているので、そこに共感してくれる方となんか新しいことをやっていきたいなって思っています。で2022年の目標として個展をやりたいと思っているので、よかったらぜひ来てください。2021年がコロナでシュッと過ぎた感じもするし、2020年もなんて言ったらいいんだろう、自分のやりたいことを 100% できたかっていうと、少しのんびりしたかなっていう感じがするから、2022年はもう決めました、公演をやると。なのでいつになるのかとかはちょっとまだわからないんですけど、心に決めてます。これが私のカバンの中身でした。概要欄に私のインスタと、あと YouTube のリンクがあるので、ぜひ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 見てみてください。そしてフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。